行いますまずはウクライナ問題についてから伺います、えー、ロシア軍によるウクライナへの軍事侵略からも一週間以上が過ぎました、おととい、岸田総理大臣はウクライナからの難民の受け入れを表明されています、本日の本会議でもその旨に言及されていらっしゃいましたけれども。 まあ国連によればすでにウクライナからの難民は100万人を超えていると、このまま戦闘が続けば450万人の難民が発生するとの推計も出されています。それでは伺います。ウクライナからの難民受け入れについて、まあどのくらいの人数を想定されて、そして具体的にどのような体制で受け入れをされていくのかお答えください。古川義久法務大臣。 答えいたします、えーまあ、総理もこれまでも述べられておられますとおり、政府では困難に直面するウクライナの人々のための支援に力を尽くして、我が国への避難民の受け入れを進めていくということを決めております。まずは、我が国に親族や知人がおられる方の受け入れを想定しておりますけれども、しかしそれにとどまらず、 人道的なな観点から対応をしてていいくここういうことになっております法務、えー、省としてはです、ね、今後、えー、この問題、これ、政府全体で、えー、あの一丸となって行うべきことでございますので、この政府全体におけるこの検討を踏まえた上でえで、ー、関係省庁としっかり連携をしながら、えー、積極的かつ適切に対応してまいる所存です。石垣範子さん EU では難民の申請のですね、簡略手続きも簡略して受け入れると、積極的に受け入れると、でその後、受け入れた方たちの生活支援に関しても、そしてまあ子どもたちの教育に関しても、積極的な対策を打ち出していますが、その辺より具体的にどのように対応されるのか、もう一度お答えいただけますでしょうか。え古川義久法務大臣お答えいたします。えー まあ難民条約上の難民ということであ,ればありましたら、それはもう申請者ごとにです、ね、その申請内容を審査,審査した上えで、難民と認定すべきかどうかという、そういう判断をする段取りになっておりますけれども、まあ、しかし、仮にその方がです、ね、難条約上の難民と認定されない場合でも、この現下のこの情勢を踏まえてです、ね、人道上の配慮が必要と認められるものについては、 我が,我が国への在留をです、ね、積極的に認めていくということになります石垣典子さん。まあその難民申請のまあ問題もちろんあるんですけれども、まあ、仮に在留許可が出された場合、ビザが下りた場合には、在留許可は、えー、理由はあくまでもウクライナから戦火を逃れて避難をされてきたということであれば、えー、許可はされるということでしょうか。古川法務大臣 お答えいたしますその当該、その外国人の方がです、ね、この日本在留を希望するその理由などをよく聞いた上で、ふさわしい在留資格を積極的に交付してまいります石垣紀子さん。すみません、ふさわしいというその、その選別の理由というか、選定の理由というのは、一体どう具体的にどういうことですか,か,か古川法務大臣。 あのふさわしいと申しましたのは、在留資格にもいろいろ種類がございます。ですから、な何と申しますか、例えばそのご本人のご希望が、例えばこう就労みたいなものも含めてえ可能になるもの、そういうこの状態を希望しているとか、それぞれ事態があります、ご希望があると思いますから、そういうものをよくお聞きしながら、ご本人のご希望に、そういうような、 な形での,あのふさわしいというのは、そういう意味で申したんですけれども、ご,ご本人のこのご希望にそういうような形で、それに見合った、えー、この在留資格を交付するように努力をするということでございます石垣紀子さん、はい、仮に難民という申請を、難民を希望するということであれば、このようなウクライナの情勢に鑑みて、えー、積極的に、えー、難民申請を受け入れるということでよろしいでしょうか。 古川法務大臣え難民といいますよりも、避、まあ、難民と言った方がふさわしいのかなと思うんですが、というのは、その難民と申しますと、ですねいわゆる難民条約というものがございます、その定義に当てはまるかどうかというような、そういう話になってまいりますから、ただ、私があの申し上げておりますのは、こういう事態が現在起きているわけです。 そして人道上の理由からです、ね、私は積極的に受け入れるべきだと思いますし、入管としてはそのように対応したい、でそのときに、この難民条約というこの枠にとらわれずにです、ね、やはりきちんと受け入れが進むように、えー、その在留資格の扶養をはじめ、そこは柔軟に対応する、その結果として積極的に受け入れるように努力をしたいと、こういうことを申し上げております石垣典子さん。 いやもちろん在留資格という方法もあるんだとは思うんですけれども、やはり日本で一定の期間暮らすと、まあ、その後どうなるか分かりませんけれども、ことを考えた場合に、やっぱり難民としてしっかりとさまざまな生活の保障というかです、ね、権利も含めて認めていくということが必要になるんではないかと思いますので、積極的に難民申請を希望されて、日本での暮らしを希望される方は、現在のこのウクライナ状況に鑑みて、しっかりと法務省の方で対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 古川法務大臣、まあ、受け入れた後のその生活支援というようなことを含めて、私はそういう判断は必要になろうかと思います。で、その際、この政府としてですね、どのような形としてその受け入れるかというのは、法務省というふうに限定するのではなく、政府を挙げて、えー、この、えー、結果として、その生活支援につながるような、 そういう工夫をしていく必要があるだろうというふうに感じております垣紀子さんぜひですね、責任のなすりつけ合い、押しつけ合いにならずにです、ね、イニシアチブを取って、積極的にあのウクライナでお困りになって、今、日本に逃れてくる方に対して、生活を保障していいいたただきたいと思います関連質疑を許します、森本慎司君。はい 立憲民主党の森本でございますウクライナ情勢に関しまして、関連質問、私の方からさせてい,いていただきたいと思います。私の方で、あで外務大臣官房長官の方に通告をしておりますので、私の方から質問をさせていただきます。午前中に大変心配なニュースが飛び込んできております。ウクライナ南東部にある欧州最大規模のザポリージャ原子力発電所で、ロシア軍の攻撃によ,るより、 火災が今発生しているというようなニュース今日先ほどもお昼のニュースでやっておりますけれども大変心配する状況となっております今日本政府として状況をどのように把握をされているのかまずお伺いしたいと思います外務省海部厚市総合外交政策局軍縮不拡散科学部長 お答え申し上げます、えー、委員ご指摘のございました発電所の現状につきましては、報道等を通じて、えー、一定の事象、すなわち火災のようなものが生じているというふうなことを承知しております。えー、それ以上の状況につきましては、現在、外務省、それから IAEA とも連絡を取りまして、現在、的確な客観的な情報の収集に努めておるところでございます森本慎二君。はい 今国民の皆さんも大変心配だと思うのはです、ね、これやはり原発攻撃でございますから、やっぱり放射線ですね、放射線がどのような影響になっているのかということだと思います、今、情報収集というふうに言われましたけれども、例えば近隣諸国も含めて、モニタリングポストの値ですね。 これが上がっているのではないかとかというようなことは、すぐにこれ、把握ができると思うんですけれども、このあたりの今のこの放射線の流出についての状況だけども、これはもう速やかに国民の皆さんにも伝える必要があると思いますが、確認できてますか。海部厚市総合外交政策局軍縮不拡散科学部長。 お答え申し上げますザポリージャ原子力発電所以外のところに含めましてです、ね、現状をただいま的確に把握している最中でございます。一方で,です、ね、あの昨日までの時点で、IAEA との間で定期的に連絡を取っているということはございまして、我が方としてですね、それから IAEA 側もウクライナの原子力規制当局との間で、毎日連絡を取っておると。 でその過程におきまして、えーえー、昨日までの時点ではあ、モニタリングポストを通じた、あのー、放射線の数値の異常な状況は見られていないということでございますが、これは昨日までの状況でございますので、引き続き注意深く注視してまいりたいというふうに考えております、はい、森本慎司君、はいあのー。もうとにかく、これは情報もですね、 逐一、やっぱり国民の皆さんにお伝えをしていく必要もあると思います、政府の方では、しかる,しかるべく方法を通じて情報発信もされると思うんですけれども、ちょうど今、予算委員会もやっておりますので、えーまあ、大臣か官房長官か、あの我々のこの会派の持ち時間の間で、情報が入ってくればです、ね、またこれについてはあ、この委員会でもご説明いただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。ちょっと石石垣垣委員の方に戻ります石垣紀子さん 続いいいてて新型コロナウイルス関連について伺います、えー、後藤大臣、現在の感染状況をどのようにご覧になっているか、どのように受け止めていらっしゃるか、まずはご回答いただけますでしょうか後藤厚労大臣。 足元では、全国的にオミクロン株の感染拡大のペースが落ち着き始めておりますが、新規感染者の絶対数は多く、遅れて重症者数が増加するリスクもありまして、警戒を緩める状況にはないというふうに考えております石垣典子さん。お配りしている資料の1枚目、7日間の新規死者数。 のまあグラフをご覧いただいてももちろんですし、ちょっと飛びますけれども、7枚目、都道府県別の PCR 等検査実施状況の推移の一番右側の欄ですね、検査陽性率、ご覧いただきたいと思うんですが、今年に入ってから特に47都道府県の週ごとの陽性率70、70%とか80%とか、中には100を超えているということ,ところもございます。このの陽性率どのよううに解釈ししたらいいんでしょうか 後藤厚労大臣 PCR 陽性率につきましては、地方衛生研究所、保健所、民間検査会社、大学及び医療機関における PCR 検査実施件数を分母として、そして都道府県の発表日ベースの疑似症患者を含む 新規陽性者数を分子として、機械的に算出した値でありまして、感染状況の参考資料の一つとして公表しているところでございます。あのこの PCR 陽性率には、今回の感染拡大で、都道府県の PCR 検査実施件数報告の遅れにより、一部の都道府県で値が大きく変動するなどの課題が明らかになっているのは、 今先生がご指摘のとおりでございますでこのため、今後、算出方法について、専門家の意見も踏まえて、検討してまいりたいと思っております石垣紀子さん。ん、はいまあ、検査の報告の遅れというのはも,もちろん、要因としてはあると思うんですが、絶対的に検査数が少ないのではないか、これちょっと後ほどまた関連でも質問いたしますけれども、それが要因になるのではないかと思います。でさらには、えー、疑似症患者 いわゆるみなし要請という制度を作ってしまったということが、本当にあのこれ、大きな問題になっていると、私は考えております。えー、現状ですね、どこまで感染が広がっているのか、わからないというのが、この陽性率も含めてえまあ推測できるところなんですけれども、専門家会議の脇田座長が2月の上旬に、感染のピークを超えたというふうにおっしゃっています。この根拠についいてて教えてください 厚生労働省、康幸健康局長お答えいたします。あのえっと、毎日、えー、新規陽性者の数を見ておりますけれども、その中で、あの1週間ごとの新規陽性者を一、まあ、つの指標として見ておりますあの。直近の1週間とその前の1週間。 比で,で見ていきますと、1.0を割り込む日が現在のところ、続いているというところでございます石垣典子さん。あの1週間での比較ということですが、結局は検査数が少なくて、陽性と判定される方が少なければ、どんどん減っていくのは、これはもう当たり前のことです。検査がしてないから減っているということも、一方では言えるのではないかと、一つのその一つの支障がまあ陽性率に表れているのではないかと申し上げたいと思います。 ではあの、現在の日本の感染状況を把握するのにです、ね、1日当たりどのぐらいの検査数が必要だと、えー、見積もっていらっしゃるんでしょうか、えー、厚労省、佐原康行健康局長。 お答えいたしますあの直近の数字でありますと、1日当たり7万から8万の陽性者が出ておりまして、あのもうこれ、えっと、陽性率をかけますと、そのやっぱり5倍から5倍程度は必要ではないかというう考えております石垣典子さん。 え現状を把握するのにえ、現在の陽性者が7万から8万、すみません、もう一回ちょっと意味が分からないので、答弁していただいてもよろしいですか佐原康之健康局長。 今、直近の数字ではあの、1日当たり7万から8万人の方が陽性になっております、であの一般的にあのこれまであの陽性率というものにつきましては、あのえっと、まあ5%、あるいは10%というものが、より適,、まあ、適切なものであるということでありましたので、あのそういった指標から見ますと、このかけるあ、ま えすいませんあの5倍じゃなくて 10, 10倍え程度の数字は必要かというふうに考えていますえ石垣パーセントもしくは10%、これ、クラスター対策をしていたときの数字が10%、市中感染のときが5%という数字を私はコロナ感染の当初に伺っておりますけれども、今、先ほど見ていただいた陽性率いただくと、見てご覧いただくと通り、5パーセント、10%どころか100、100パーセント超えているような陽性率もあるわけですよね、これ、確実に検査が足りないということなんじゃないでしょうか。 かつ、検査拡大と言いながら、現在、厚生労働省のホームページに載っている検査可能件数は40万弱でございます。どこを目標に検査を拡充していくのか、その目標の数字というのはあるんでしょうか佐原康之健康局長。 はい、あの厚生労働省として目標という数字はの設定しておりませんけれども、あの現場であの支障がなく、検査ができるという状況を作っていくことが大切だと思っております、えー、石垣紀子さん、はいえー。現場が支障なくということなんですが、1月27日付、都道府県宛の通知、えー、検査促進枠の取り扱いについてという通達が出ております。 資料にもお付けしています、これは資料の2ですね、えー、こちらでは、言ってみると、検査の優先枠をまあ設けてというか、優先順位をつけて、できるだけ今は検査キット等が足りないので、若干検査を抑制してくれと、そのような内容になっているわけなんですけれども、まずはその内容についての確認ですが、改めてこの用紙についてお答えいただいてもよろしいですか。 えー、内閣官房渚、内閣審議官お答えいたします、えー。この資料の事務連絡でございますが、1月27日に厚生労働省から、検査の優先付けと、検査キットの供給のコントロールを行う方針が示されまして、えー、無料検査につきましては、 足元のの検査件数を続けられるよう努めることとされたということを踏まえまして、同日、内閣府地方創生推進室と、私も内閣官房コロナ室から都道府県に対しまして、事務連絡を発出をし、無料検査事業について、各都道府県において1日当たりの検査件数を、1月第2週における1日当たり平均検査実績の2倍以内としていただくようお願いしたものが、この事務連絡の趣旨でございます。 石垣のりこさんあの先ほど、現在の感染,者数感染者数が7万から8万で、必要な、えー、検査は大体その10倍ぐらいが必要だと、で実際、今、高齢性労働省のホームページには40万弱しかないということで、約半分だと思うんですが、その中で、えー、検査を、まあえー、これだけ、まあ、自由、あくまでこれ、無料検査になりますけれども、まあ どんどん拡大していく方向ではなく制限をしていく方向にせざるを得ないというのはこれ検査拡充においての失策だと私は考えます、えー、この通達においては、えー、解消自体逼迫が解消した時点において解除するものと書かれているんですが、えー、現在の状況これはまだ継続されているんでしょうかそれともまだ逼迫した状況という認識でしょうかお答えください渚寺博内閣審議官 お答え申し上げます今晩厚生労働省から抗原定性検査キットの供給が改善傾向にあり、無料検査事業につきましても、当面、これまでの2倍程度の検査実施に十分な抗原定性検査キットの供給が可能と見込まれ、さらに供給量の確保に取り組む旨が示されたところでございますで。これに伴いまして、私ども厚生労働省と協議をした結果、抗原定性検査キットを用いた無料検査につきまして、 まずは1月27日の事務連絡を受けて、各都道府県において設定した計画費の対比で、その2倍以内まで可能といたしました、また今後、行政検査分も含めまして、十分な供給が確保され次第さらに増やす予定である旨、本日、事務連絡としてあの内閣官房から都道府県に対してお示しをしたところでございます。引き続き続厚生労働省と連携を図りながら 状況の変化を踏まえまして、適切に対応してまいりたい、このように考えてございます石垣紀子さん、はい、あの状況はご説明いただきましたけど、結果的に、えー、現状、この通達はまだ、えー、生きているのか、つまりひ逼迫した状態が続いているという判断されているのかどうかについてはいかがですか柳楽輝宏内閣審議官。 工芸転生検査キットにつきましてはこれまで増産要請等の取り組にした結果平均1日当たり約200万回分以上の生産輸入を確保しておりまして全体としては時給状況が相当程度改善していく見通,見通しであるというふうに聞いております時給状況について引き続き厚生労働省と連携を図りながら状況の変化を踏まえて適切に対応しまたこの件数制限についても その終了のメドなどについて考えていきたいというふうに考えております、以上でございます石垣のさんあの抗原定性検査キットについては、えー、1日200万ですか、えー、というのは分かりましたけど、PCR 検査に関しては、いかがですか。えー、佐原康幸健康局長 お答えいたします PCR 検査につきましては、1日当たり40万件の能力を以前より確保しておりますので、これについては依然と変わっておりません石垣紀子さん。でもこの通達の中には、PCR 検査も含めてあるわけですよね、その点についてはいかがでしょうか佐原康之健康局長。 すみませんご指摘の趣旨がよく分からなかったんですけれども、PCR につきましては、これまでも現在も約1日当たり40万件のキャパシティをキープしているというところでございます石垣紀子さん。ここには、PCR 検査キットも含めて、抗原定性検査キットもということで書かれていると思うんですけれども。 え先ほどのあの別の方のご答弁では抗原定性検査の方は十分に供給されているという話で PCR 検査キットに関しての言及がなかったのでその点についてはどうでしょうかというご質問だったんですけれども。田原康之健康局長。失礼いたしました。あの PCR につきましては現在あの現場であの PCR があの。 足りないというような、えー、大きなあの不足があるというような状況にはない、つまりあの、えー、一定程度の供給はされているというふうに考えております石垣典子さん。では、この通達に関しては、半分は、まあ、PCR 検査は大丈夫だけど、PCR 検査キットに関しては大丈夫だけれども、えー、定性検査に関してもうほぼ大丈夫ということは、これはもう通達としては解消ということでよろしいんですか。 田原康之健康局長。お答えいたします。あの二月に出しました通達は、あの。 医療機関でありますとか、行政での検査、行政検査、あるいはそのエッセンシャルワーカーの方に行う検査、それから、一般の無症状の方に薬局等で買っていただいて、ご自分でやるような検査、こういったものについて、総合的にあの見たときにあの、 逼迫があるとでその中で医療機関あるいは自治体の行政検査を優先してやってくださいということでございますであの当時のような逼迫状況というのはかなり改善しているというふうに考えておりますであの先ほどの内閣府官房の方からもありましたが1日当たり200万件の PCR のキットも供給されるようになりましたのでトータルとしてはか 2月よりはずっと改善していると考えております石垣き子さん、はい、現状維持には何とか足りているというようなご答弁だったと思いますけれども、先ほどのお話にもありましたように、現状が本当に感染状況、どうなっているのかというのは、検査が不足しているため、実態は分からないというのが本当のところだと思います。えー、現状の10倍の PCR 検査、最低でもできるような体制に、しっかりと数字の目標を根拠あるものとして定めていただきたいと思いますが、厚労大臣、お願いします。 後藤厚労大臣、まあ、あの今のお局長、内閣官房も含めてのやり取りは、まあ、あの一部の地域で一時的に検査需要が、まあ、あ検査キットについて逼迫したと、でこれはあの薬,薬局に対して、集中的なあ品薄感からあ注文が入ったことにより、そういう事態が生じました。 でそのために、えー、検査キットについては、あ優先順位をつけて、えー、優先供給の仕組みを一時だけ、えー、取らせていただいたと、PCR 検査は基本的には足りないということはないんですけれども、主役が一時、本当にこの通達が出た当時、えー、少し、えー、足りない時期もあったので。 それでこういう通達になっていいいると思いますでいずれにしても、あの検査の充足、今、あの増産と輸入の最大限の取り組みを行って、まあ、1日当たり200万回、それから PCR 検査については、制限をすることなく、今、現場で使っていただいておりまして、まあ、そうした検査体制、充足ができるように、しっかりしていくとと,ともに、まあ、あの先ほど先生のご指摘になった、 あの判断にについての,その根拠になる例えばその感染率の話だとかそういうことについては分母分子が合っていない話でこれはもう従来からそういうことになってたわけですけれどもこうして感染をしっかりとオンタイムで 判断をしていか,ない,時にい,いかなければならないときには、そういうことについても、より一層きちっと取り組んでいく必要があるということで、しっかりやらせていただきたいと思います。石垣典子さん。 もろもろいろんな指標はあると思うんですけれども、感染状況、現状がわからないことには、根拠に基づいたしっかりとした対策というのは、はっきり言って無理なのではないかと思います。そのためには、まず本当に感染症対策の基本として、検査というのをしっかりと、どんな状況になっても逼迫しないところまで、しっかりとね引き上げていただく対応を求めたいと思います。その上で続いいいててワワククチチンンにつもも伺いますけどもまあワクチン 重要であることは十二分に、もちろん私も認識しておりますが、ワクチン頼みになってもいけないということを、非常にこのオミクロンの件も含めてです、ね、これまでの対応を見て感じるんですが、まあ、3回目の現在、接種が進められていますけれども、オミクロン株への効果について、感染そのものを抑える効果、まあ、感染はするかもしれないけれども、発症を抑える効果、また、入院、もしくは重症化を抑える効果、どのくらいあるんでしょうか、尾身会長にお答えいただきたいと思います。 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君、尾君先生おっしゃるように、これはあの重症化の効果というのは、2回目の接種でもある程度あることは分かっております、でさらに3回目あれば少し上になる、まあ、上昇するということで、特に高齢者の方を含めてですね。 あの私はやっていただきたたいいと思いますただし、いわゆる感染予防効果というものは、まあ、3回接種をしたとしても、それほど重症化に比べてですね、パーセントが上がるかじゃないので、まあ、この辺はあは重症化予防、あるいは入院の予防というものと、感染者予防でちょっと差があるので、そのことは我々十分わきまえて、いろんな対策を取る必要があると思っております。 えー、石垣成子さんワクチンはもちろん重要であるけれども、まあ、あのそれこそ重症化、まあ、発症も含めてですけれども、抑える効果に関してはあるが、まあ、現在の状況をいろいろ見ていると、結局はそのかからないということではないということは、これ、皆さんによりしっかりと認識していただく必要があるんだと思います。その点でで、まあ、改めて確認ですけれども、まあ 感染ししているかかかどうかというのは結局検査をしなければ分かりません、まあ、無症状の方でも、感染して無症,無症状なのか、そもそも感染していないのかが分かりませんが、まあ、その感染した無症状の方でも、コロナの後遺症がないとも言い切れないし、無症状でも他人にうつす可能性を否定できないということに関しては、これ、それでその認識で間違っていないでしょうか佐原康之健康局長。 お答えいたしますあの、えー、とコロナウイルスの場合には、発症する前、えーとえーと、およそ2日ぐらい前からあの、他人に感染する可能性があるということを言われておりますし、それはあのオミクロンの場合でも同じだというふうに言われております石垣紀子さん。今、後遺症についても伺ったんですが、補足お願いします。佐原康幸健康健局長失礼いたたしししままし後遺症につきましてはあの、えー、医師が ワクチンと関係のある疾患が発症したということを認めた場合には、予防接種法、あるいは医薬品医療機器安全法に基づきまして、届け出をしていただく形になっております石垣子さんワクチンの後遺症ではなくて、コロナウイルスに感染した後の後遺症で、無症状の方の後遺症ということです。 佐原康幸健康局長失礼いたしましま、えーえっと、ワクチンを打っていないむしろあの、コロナにかかった方の、えー、後遺症につきましては、各都道府県に1か所程度、まず相談するしていただくという窓口を今、作っているところでございます。 石垣紀子さんあの後遺症にかかった方の窓口はもちろん重要なんですけど私が申し上げているのは、えー、症状はなかったけれども、まあ、感染が確認されていて、えー、その方が何らかの後遺症が出てくるという可能性については否定できないですよねということを申し上げているんですが、いかがですか佐原康之健康局長。はいあの、えっと コロナウイルスに感染した後に、何らかの後遺症が出るのではないかといったことについては、さまざまご指摘をいただいておりまして、また厚労省の方でも、研究班等を組織しまして、その実態について今、調査をしているところでございます石垣紀子さん。実態調査中ということで、まあ、現在分からないということで、ないとは言い切れないということだと思います。 結局はワクチンを打っていても感染する可能性はあって、症状がなくても、何らかの後から後遺症と思われるようなことがありうるということなわけですね。でえーまあ、検査をして、しっかりと把握していくということが今後の対応していくことにも、ワクチンを打っていたとしても必要だということをここでしっかりと申し上げたいと思います。そのの上でで今後のワクチン戦略に関してなんですけれども、えーこれ ブースター接種後、どのぐらいでそれぞれの効能が変更していくのか、感染そのものを抑える効果、発症を抑える効果、入院、重症化を抑える効果、ブースター接種後、どのように変遷していくんでしょうか佐原康行健康局長。 お答えいたします。ええー、例えば、えー、オミクロン株の三回目、えー、接種のの後はですね。ええー、と、例えばあ発症予防効果につきましては、二から四週間後には六十、えー、から七十パーセント。 に駄目だったものが回復しまして、さらに15週以降は、それがまた下がって、25から40%になるというような、例えばデータが出ております石垣典子さん。今の指標は、感染予防効果に関してですか、今、私は3つの指標を申し上げました、感染そのものを抑える効果と発症を抑える効果、入院・重症化を抑える効果、それぞれどのように変遷していくんでしょうかということを申し上げました。 佐原康之健康局長。はい、今、あの、私の方で申し上げましたのは、発症予防効果について申し上げました。また、あの、オミクロン株による入院予防効果につきましては、これは、あの。 先ほど申し上げました発症予防効果と比較すると、比較的保たれているというふうに言われておりますけれども、3回目接種しますと、2から4週間後には92%まで回復し、10週間以降は83%でキープ、比較的キープされているというデータが出ております石垣紀子さん。 はいえーまあ、重症化を予防する効果は多少継続するけれども、先ほど20から40%というお話がありました、発症を予防する効果、15週以上とおっしゃいましたので、まあ、およそ4か月ということになるかと思います。まあ、すなわちです、ね、今、ワクチンを打っていても、もう4か月後には、発症を抑える効果がそこまで半分以下、少ない方だと、もう4人に 4, 4分の1まで下がってしまうというデータがあるということだと思います。 ですけれどもでに次の第7波来てほしくないですがに備えてのワクチン戦略というものを考えていかなければならないと思うんですが、その辺どのように今、考えていらっしゃるか教えてください。後藤厚労大臣あの。おっしゃっている意味は、えー、その後のワクチン戦略ということになれば。 4回目を打つ必要があるかというご趣旨なんだろうというふうに思います。で、あの新型コロナワクチンの4回目接種を考えるにあたっては、科学的知見や諸外国の状況をまあ注視してまいりたいというふうに思っております。まあ、現時点としては、3回目のワクチン接種を希望する方が、1日でも早く、できるだけ早く接種して,だしていただけるように、全力で取り組んでいきたいと思います。 石垣子さんまあもちろんワクチンだけではなく、まあ、飲み薬がどういう状況になっていくかとか、まあ、新しい株がどのような性質を持っているかとかによっても変わってくるということは、存じ、わかりますけれども。 あのありとあらゆる状況が見えてから良いしょと動き始めるのではこれまでと同様に全てゴテゴテになっていくと思うんですねで、かつワクチン戦略の一番の問題は次の変異株が出てきてからじゃないとそのワクチンが本当に効くかどうかがわからないという点だとは思いますただここまで一応第一世代の無管型のワクチンがえ何とかまあ一応部分的にではあるけれども効能があると いうことで、まあ、次のものにもまあ効くかもしれないという前提で考えていくのであれば、もすでに次の、本当にでも4ヶ月の接種期間でいいのかどうかということを、今、とりあえず6ヶ月の間が空けられることが、まずはマストになっていますけれども、次のことを考えていかなければいけないということだけ、ここの部分では申し上げて、まずはおきたいと思います。その上で、しっかりとやはり検査体制も、このワクチンを推進しながらも整えていただきたいと思います。 ではちょっと順番を変えさせてもらいまして、国交省の不正統計についての問題にちょっと移らせてもらいます。では、すみません、尾身会長、お帰りいただいて大丈夫、すみません、すみません、尾身会長にお帰りいただいて大丈夫です。 もう一度おっしゃってください。すまはい、私にはい、石垣さん。はい、委員長、尾身会長、お退席いただいて大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。尾身、はい、会長におかれましては、ご退席いただいて結構でございます。はい、はい、石垣紀子さん。すみません、ありがとうございます。えー、それでは、国交省の統計不正問題について伺います。えー、度重なる統計不正で。 公的統計に対する信頼が大きく、えー、本当に、えー、揺らいでおります、えー、行政への信頼回復のためにはやはり政策立案のもととなる、まあ、統計データ正しいものであるというのはもうこれは論を待ちません、えー、まずは公的統計に対する認識に関して、えー、お二方に伺いたいと思います、えー、山際大臣そして斉、えー、藤国交大臣お願いします はい、斉藤国交大臣、はい、あの公的統計は、あの政策立案や、また経営判断等の基礎になるものでございまして、その正確性が求められており、非常に重要なものでございます。あのまあ、特に証拠に基づく政策立案こういう基本的な考え方からしても、統計はまさに政策の根幹になるものと。 非常にに重要なもののだとあのこのように認識をしております、まあ、今回、この国土交通省で、えー、統計の不適切なあ事例が発生をいたしました、まあ、このことを深く反省をし、えー、そして統計の信頼性をお取り戻すべくあの、全力を挙げていきたいと決意しております山際国務大臣。 統計そのものは、私たちが生活をしていく上えで、非常に重要なものであるという、まあ、そういう認識はコンセンサスだと思うんですが、私、マクロ経済を担当している大臣としては、特にその経済というものを見ていくときに、非常に重要な指標になると、このように思っております石垣紀子さん。 それぞれのお立場からお答えいただきましたけれども、あの今回の国交省の統計不正の問題点、で、まあ、非常に複雑で,です、ね、私もいろいろ資料読ませていただいても、歩くと口から統計が出てくるんじゃないかというくらい、本当にたくさんの資料を読ませていただきましたけれども、その中でですね、えーまあ、あの統計委員会のタスクフォースでも指摘されている、この問題点の中の二重計上いわゆる二重計上問題について、まずは伺いたいと思うんですが、 今回、不正がありました、建設工事受注統計、長いので以下受注統計と略させていただきます。この二重計上が建設工事総合統計、これが直接 GDP に使われている統計です、まあ、以下総合統計と略させていただきます。に影響を与えたと考えられる時期ですね、この点について伺いたいと思います。えー、斉藤国交大臣 二重計上が GDP の算出に用いられる建設総合統計に影響を与えたと考えられる時期でございますが、建設総合統計においては、建設工事受注動態統計調査の推計方法の変更による差が生じないよう、同じ推計方法同士で、毎年の受注総額の伸び率を算出しております。2016年度、平成28年度までは、二重計上が生じない従前の 推計方法同士で、毎年の受注総額の伸び率を算出し、2017年度、平成29年度以降は、二重計上が生じる新たな推計方法同士で、毎年の受注総額の伸び率を算出しているところです。従いまして、GDP の算出に用いられている建設総合統計に、受注統計における二重計上の影響が生じるのは、2017年度、平成29年度以降となります。 石垣成子さん、はい、2017年以降に二重計上の問題が反映されているということなんですが、えー、そこで伺います、受注統計の二重計上問題が、各時点での、いわゆる GDP の速報値ですね、まあ、QE の直近値に影響を与えたというのは、いつからいつまでであるか、えー、この点を伺います。 えー、増島実内閣府経済社会総合研究所次長お答え申し上げます。えー、まず、建設工事、受注動態統計と GDP の推計との関係でございますけれども、受注動態統計は GDP の推計に直接的に利用しておらず、まあ、直接提供するものではございません。 他方で、受注動態統計をもとに作成されております建設総合統計、この伸び率につきましては、GDP のうち、建設投資部分の推計に用いているということでございます。ここののののため今回の受注動態統計の二重形状この問題が 建設総合統計に影響を及ぼす場合には、間接的に GDP に、GDP 統計にも影響が及ぶ可能性があるということでございます。その上で、お尋ねの各時点での QE、四半期別の GDP 速報への影響につきましては、先ほど国土交通大臣のご説明にもありましたように、まずは二重形状の影響を受けた 新たな推計方法、まあ、いわゆる新推計ベースの需給動態統計でございますけれども、これをもとに建設総合統計が作成され始めたのが2017年度、えー、すなわち2017年6月に公表された2017年4月分以降というふうに承知をしております。 でそれを踏まえて、GDP 統計では、2017年の8月に公表いたしました、2017年4、6月期の、17年4、6月期です、ね、の9位におきまして、浸水系ベースの受注動態統計に基づいた、基づいて作成された建設総合統計の伸び率を使い始めた、でそれ以降、公表した9位においては、あ同様にも扱っているという状況でございます。 まあ、いずれにいたしましてもあの、国土交通省によりますと、まあ、今回の中道体統計の問題が建設総合統計に与える影響は軽微ということでございますので、まあ、こうしたことを踏まえますと、各時点の給油への影響は、まあ、仮にあった場合でも軽微であるというふうに考えております石垣マリコさん、はいえー。影響を与えた、GDP の速報値に影響を与えた時期、2017年の4月、6月期からということがありましたけれども、いつまで、直近でいつまで、 影響を与えてますか増島実経済社会総合研究所次長、的確に簡潔にお答えください。はい、分かりました、えーあの。浸水系ベースの受注動態統計に基づいて作成された建設総合統計、あの現状、直近でも使っておりますので、直近では2021年112月期の数字まで使っているということでございます石垣紀子さん。 はい、2021年の10月、12月期まで使っていると、まあ、今出てるのが2月まで、二月に出たものが、それが最新だということなんですけど、もう直近まで二重形状の影響が出ているということなんです、q e の段階、速報値の段階で、で政策を決めていくときに見るのは、えー、その速報値ですよね、だから政策決定に影響を与えているということの事実は確実にある、まあ、これ、本当に大きな問題だと思います。 民主党政権があるかどうかの話をしているわけではありません、今、影響があるかどうかの話を申し上げている。えー、それでですね、あのー、今、警備である、警備であると、間接的であるともあのおっしゃってるんですけれども、すごいあの例えを申し上げれば、味、ま、噌、あ、味の何かを作ったときに、その味噌に事前にマヨネーズを混ぜていて、その味噌味のものだから、そのマヨネーズは使っ、まあ、間接的にしか使っていないと、まあ、そういうことを言ってるのと同じであって、結局は影響していることは変わらないわけですよ。 警備で,はい、では続いての質問いきますけどこの GDP の影響を警備としているという、政府がその根拠は一体なんなんですか山際国務大臣先ほどからもう少しご説明ありましたけれども、GDP の推計、これには多くの基礎統計を利用しております。で今回、問題になっている統計はその中の一つであるということ。 そして、この建設総合統計について、国土交通省の説明によると、今般の受注統計の問題による影響は警備であるということが挙げられます石垣成子さん。国土交通省が警備と言ったから、えー、内閣府としても警備と申し上げている、こういう理由でよろしいですか山際国務大臣。 もう少し詳しく申し上げますと、まず GDP 統計のうち、建設部門の推計は、基準年である2015年の金額をベンチマークといたしまして、それ以降は受注動態統計をもとに国土交通省が作成している建設総合統計などの工事出来高の統計から得られる伸び率により延長推計を行っているということが1つ。 さらに、ベンチマークである2015年の金額は、2015年産業連関表に基づくものであって、今回の受注動態統計の二重形状や、不正確な推計方法の影響を受けた統計は使用していないということ、次に延長推計に伸び率を用いている建設総合統計の出来方については、国土交通省によれば、受注統計における額をそのまま用いるのではなく、 別途把握される決算ベースの建設投資額の水準に基づき、推計されるものであるため、受注額の二重計上などの影響は軽微なものであるというふうに聞いております。まあ、以上を踏まえて、軽微であるというふうに申し上げております。石垣典子さん。 はい、これはどこの視点で見るかによって、先ほどちょっと質問と関係するんですけれども、そのときそのときどきの速報値で見ると、ものすごく影響がある、最終的には決算ベースで変えられてしまうので、えー、まあ後からはなんとなく平らになるので、なんとなく大丈夫だと、そういうようなことを、すごくざっくりといえばもうあのおっしゃってるんだと思うんですけれども。あの 言ったようにそのときどきの政策決定に大きく関わっているわけなので、警備だ、警備だとあのいうこと自体は、本当に反省されていらっしゃるんですかということは、私は非常に申し上げたいと思います。で、その上で,です、ね、警、え、備、ー、だとおっしゃいました、じゃあ、あ GDP への影響が、警備だというふうに判断できる、その定量的範囲というのはどのくらいなんですか山際国務大臣。あの定量的なものはですね。 これは最終的に国土交通省のさまざまな調査等々があって、出てくれば、それで定量的なものはどれぐらいかということは言えるかもしれませんが、これまでも一貫して私がご説明申し上げているのは、定性的なことを申し上げているわけですね。先ほど、先生は味噌とマヨネーズの話をされましたけれども、我々はですね、やはりこの GDP 統計は本当に大切なものであることは同意してますけれども、 GDP 統計を考える上えで、それがマヨネーズになるような、定性的にいってですね、味噌とマヨネーズぐらいに味が変わるものではないと、そういう思いがあるから、その定性的ということで、定性の中で、軽微なものであるということをご説明申し上げているわけでございまして、定量的なもので、私は説明をしているわけではありません。 岸垣範子さん統計って数字じゃないんですかね、どのぐらいの範囲まで許容できるかできないかって、その問題じゃないんでしょうか、なので、警、え、備、ー、である、警備だから許容範囲だかどうか分かりませんけど、おっしゃってるんだったら、何パーセントか何パーセントの範囲であれば、GDP に与える影響がですよ、インパクトがどのぐらいか、それだったら警備であるという判断をされるんだったら分かりますが、定性的に国交省が警備だと言ったので、警備だという、それは全然理由にならないんじゃないんですか。山際国務大臣 半やはり我々はそは GDP 値というものがえ何兆円という金額ベースで出るわけですから、当然、それは定量的なものも影響するか、定量的なものも必要であるということは間違いがないんです。しかし、今、私がつどつどご説明申し上げたように、その中身を見ていくとですね、定性的に見て、 えー、先ほど申し上げたように、定量的なものはまだ出てきてませんから、申し上げようがないんですが、定性的に見てです、ねえー、それほど影響を与えるものではないという、そういうことから、軽微なものだというふうに申し上げているのがあって、影響が全くないなどというようなことは、もともと申し上げてないわけでございます。しかし、それはあったとしても、軽微なものであると、今、私たちは判断をしているということを繰り返し申し上げているわけです石垣紀子さん。はいあの 間違ったデータをもとに、えー、総合統計を作っているのは確かにあの国交省ですよで、国交省が間違ったデータを用いて、えー、GDP の統計を作っていらっしゃるのは内閣府じゃないですか、まあ、統計。えー、で、えー、その警備であるかどうかのお判断を、ご自身のところでどの程度かっていう判断をなさらないで、どうされるんですか、一体山際国務大臣。 先ほどからこれを申し上げているように、国土交通省の方で、正確な時系列、要するに推計に使える、GDP の推計に使えるデータが出てきたときにはです、ね、それは定量的な話ができると思います。現段階ではその時系列データというものがございませんので、それで定性的に何か影響を与えるものかどうかということを我々としては見ているわけですね。で我々はははその中中を見ている中では定性的には 警備、えー、な影響があったとしても、警備なものであるという判断をしているので、そのように答弁しているわけです。 山際国務大臣白先生ちょっと言葉足らず、すみませんでした。あのもちろん、国土交通省がそう言っているから、だからそれを丸呑みしてです、ね、それで警備であるという判断をしているわけではなくて、先ほどからルールご説明したように、GDP を推計していく上で、その推計の方法というものをこうひも解いていきますとね、その推計方法からして、 これは影響があったとしても、警備であるというふうにわれわれとして、われわれ自身として判断をしているということでございます石垣紀子さん。じゃあ、シミュレーションされてるってことですよね、そのシミュレーションの結果、出していただけますか山際国務大臣あの。シミュレーションしているわけではなくて、GDP というのはそもそも、 様々な基礎,定、まあ、基礎統計というものを使って、そこからこの推計して、より確かなものになるようにという、そういう推計をしながら作っていく値になります。なので、その推計をする方法というものを、どういう形で推計しているのかということを、我々の方としてはきちんと確認したということです。ですから、その推計方法というものを考えたときに、影響は軽微な範囲になるというふうに申し上げているわけでございます。 石垣子さん、はいまあ、じゃあ、あのかなり奇、えー、弁かなとは思いますけれども、まあ、じゃあ、警備であるという、まあ、想定のもとに立ちましょう、えー。では、影響が警備であれば、GDP 見直す、訴求改定する必要がないとは言い切れるんでしょうか山際国務大臣。あの当然、われわれとしては、えー、より正しいですね。 より正しい GDP あるいは統計値というものをしっかりと国民、皆様方にお示しをするということが我々の責任だと思っておりますので、仮にその GDP を推計するに、必要になる時系列的な正しいデータというものがセットとして揃えば、それは当然、他かの部分でもやっておりますけれども、訴求して計算するということもありえると思います。まずはですからその 国土交通省の方でその作業をやっておりますので、まあ、それを待っておりますけど、もしそういうものが出てきた場合には、当然そのような方向になると思います石垣紀子さん。いやあの、影響は先ほどないというわけではないということを断言されましたので、まあ何らかの警備であろうがなんだろうが影響があるとで、影響があるということは、ちゃんと正しいものに向けてえ、訴求改定をされるということでよろしいでしょうか。山際国務大臣 あの国土交通省の方からどのようなものが出てくるかということを見なくては分かりませんけれども、先ほどから申し上げているように、GDP を推計していく上において必要な時系列の、時系列揃ったですねデータというものが、統計値というものが出てくれば、当然そのようになると思います石垣成子さん。早急改定に関してはです、ね、GDP に関しては。 あの間違った統計のね、受注統計およびそれを使った総合統計の方は、今、変えていくという見直しがなされていますけれども、じゃあ、その間違った推計方法に基づいて、その数値を使って算出された GDP の訴求改定については、保留された状態なんです、でも,も、間違った方法によって使作られたえその数字をもとに、GDP が今、使われてるわけですから、それはもう確実にちゃんと見直しをしていくということを断言していただきたいんですけど。 山際国務大臣あのこれも先ほどから申し上げているように、私たちとしては、より正しい経済的な指標を国民に対して示す必要があると、このように思っておりますので、その必要性が出たときには、当然そうさせていただきます石垣紀子さん。 では、統計委員会、総務省です、ね、に伺いたいと思います、確実に数字がまあ間違っているであろうというものを使ってです、ね、今、統計が作られていると、その統計の間違った数字が使われているということが分かった時点で、ちゃんと訴求改定すべきかどうか、その点に関して、まあ、今回のこの国交省の問題に限らないと思いますけれども、その点の点見解をお聞かせください総務省、吉川祥次郎政策統括官。 お答え申し上げます議員のお尋ねの中身をです、ね、統計委員会の委員長に確認いたしまして、その認識を伺いました。そうしましたところ、継続的に作成され、社会で広く利活用されている統計については、時系列を遡っても正確な数値が提供されていることが、統計のユーザーにとって重要である。このため、一般論として統計の誤りに対しては、その統計を所管する府省において、 正確な統計数値を再推計することが可能となるデータが新たに得られた場合には、訴求改定を行うことを含めて、適切な対応について検討いただくことが必要であると考えるということでございました石垣紀子さん。先ほどのからのお話にあるように、 まあ確実に今回の国交省の受注統計問題として、数字が変わっているということは、どんなに軽微であろうがなかろうがあるんです、もうすでにそれは分かっているわけですから、しっかりとそれに影響を与えている GDP の訴求改定というのもしっかりと今後、していただきたいと。 今、データが残っている部分も含めてですけれども、これ、5月に結果が出るということですけれども、今現在もこの予算委員会で審議されているわけですよ、で先ほど、まあ、あのご答弁があったように、2015年の10月、12月期の速報値でも、この二重統計問題の影響が出続けている、その上で私たちは今、この予算審議をしているという、そのことの深刻さを私は申し上げたいと思います。 でまあ、今後もです、ねまあ、統計の問題、これ、国の信頼性、まあ、信用問題に関わる国内だけの問題じゃないですよ。 国外からの信用も失いかねない状況が、私、今、この日本の統計に本当に端的に表れていると思います。私も立法府の一人として、今後も統計の制度をしっかりと確保し、日本の信頼、改めて回復していくために、しっかりと職責を果たしてまいりたいと思います。